gold medalists from Russia, Elena Bechtaya and Anton Zagorodnitsa. この人たちも世界中の注目を浴びました。エレナ・ベレズナやアントン・シャルリボゼ、もう男性のシャルリボゼはチャップリンになりきっています。十分お楽しみください。
ドメダリスト。ロシア、エレナ・ベレズナやアントン・シカルリロゼ、素晴らしいエキシビションです。本当にあの一部の隙もないですよね。よく組んでますね。ここまで一時言語障害になるという大怪我を乗り越えて、それでも練習を重ねて力とそして強さに裏付けられた美しさです。ペアでサレー・ペルティエ、カナダのペアにも金メダルをというゲームが出たときに、もちろんベルスナやシアルテザの金メダルを奪い返せという声は全く出ませんでした。こうして前の IOC 会長のサム・アンチさん、国際スケート連盟のチンコアンカさんが見守っています。やり直しの表彰式でこの人の笑顔が本当に素敵でした。ベレズナヤのエッジがシカルリロゼに当たって腕を12センチ切るという大怪我をしています。今シーズンです。世界の誰一人としてエレナ・ベレズナヤ、彼女たちの演技を称えない人はいないでしょう。エレナ・ベレズナヤ、アントン・シカルリロゼ、ロシアです。佐藤さん、いかがでした？このプログラムが素晴らしいなと思ったんですけれども、やはりロシアのサーカスの盛んな国ということで、非常にこういった危険な技をですね